こんにちは、かくすけです。スターデューバレー続きをやっていきます。今日はセバスチャンの誕生日か。これはぜひとも刺身を持って行ってあげないとね。時々飾り付けを変えちゃっても気にしないでいてくれるよね。自由に飾り付けられる場所があるってワクワクするわ。どうぞ好きなように。私飾り付けるの苦手だからさ、自由にやってほしいぐらいだよ。刺身をとりあえず作るでしょ。どの魚使ったかわかんないけど、で冷蔵庫にスーパーナマコがいましたよっていうコメントいただきました。ありがとうございました。起きてるね。はいはい、かわいいな。うん、高さはランダムかな。よしよし、行ってきますね。でこの貯蔵庫はチーズとかワインとか入れると紫色の星まで上げてくれるっていうものみたいです。ありがとうございます。そちらもコメントでいただきました。で、はい、あとね、今ね風邪ひいてますので、ちょっと喋り方変かもしれないですけど、まあ、そんなに声にはね影響今のところはしてないんですよね。ちょっと鼻が痛くてね、私いつも風邪をひくときって鼻腔の奥が痛く、腫れて痛くなるところから始まるんですよね。今その段階で、だから咳とかはないんですけど、変に喋ったら鼻の奥が痛いっていう、そんな感じです。だからね、なんかね、なんというかなはっきりしないような喋り方になっちゃうもんな。こんな鼻声みたいな感じでね。はい、いただきます。今日はアヒルの羽でしたね。卵は紫色だからいいとして、刺身はいいか。うん、今日卵1個だけだね。はい、トイレて。いやーでも、チーズとかを熟成させるっていう意味か。そう考えると、なんとも言えないな。あんまりお金のこと気にしてないからな、私。別にそんな稼がなくてもいいやぐらいの気持ちだからね。よいしょ、まあ、せっかくだからね、紫色以外のチーズとかができたら、あ、これもあったじゃん。できたら、まあせっかくだから熟成させるってぐらいにしておこうかな。ほい、マヨネーズは熟成とかないよね。ほい、ほい、オッケー。うん、コーヒーができましたと。ほい、おっしゃ、オッケー。で、卵、ミルクもいっか、ウールもいっか。ボイドエッグも売っちゃって、冒険に行きたいな、今日も。階段をね、作りまくるっていうのもあるよね。石99個でしょ？もう最近することないからね。作っちゃうか。スタックできないのか、ちょっと。よっしゃ。で、スーパーナマコをどうするんだっけ。石を入れて、メモを確認します。メモ、スーパーナマコを町へって言われてもな。冒険は明日かな。なんかやりたいことがね、スーパーナマコとかあるしね。スーパーナマコを町へ。ダックマヨネーズ、あ、今日に限ってダック。おかしなパンをおもちゃ箱へ。ダックマヨネーズって作ってたっけな。売っちゃった。おかしなパン、おかしなパンは小麦粉、玉きび、ボイドマヨネーズか。玉きび売っちゃったやっちゃったな。
まあ、スーパー女マコ町へって言われてもなぁ。あとね、トーテムを持っていくことで、ああ、硬い木蜂蜜繊維か。うん、トーテムを持っていくことでギリギリまで冒険できるんじゃないですかっていう意見をいただきました。そうですね、蜂蜜、うん、蜂蜜さえ作って行ってみるかな。明日あたりに冒険行こうか。スノーヤムを切らしてしまいそうです。あー、いいかな、ちょっとめんどくさいな、スノーヤムと。ここまでなんか何もせずに来ちゃったけども、クリントさんのところに行ってね、ジオードを割ってもらいましょう。え、スーパーナマコを町へって言われたって、町のどこだろうな。箱とかあったっけな。クリントさんこんにちは。ジオードを書こう。うんうん、ファイヤークオーツ。あ、なんだこれは。オーシャンストーン。うん、もう出してるね。はははは、はマラカイト。え、最後これはなんだ。ビキサイトなんて持ってたっけ。あ、オッケー、初めてのやつじゃん。やったね。こんにちは、ヴィンセントくん。虫を探したいけど泥まりみれになるってね。よし、寄贈する。はい、これビキサイト、ここが空いてますよって言われてたんで、ここに置いておきましょう。ありがとうございます。スーパーナマコ、あ、取っちゃった。取る気なかったんだけどな。ジャスちゃん、6時以降は外へ出ちゃダメだって。うん、そうか、そうだよ、子供はね危ないからね。で、ちょちょこんにちは。ガスさんはレベル、あ、そっか、セバスチャンがね、誕生日だから持っていかないとね。町へ持っていくってどういうことだろう。どこに持っていけばいいのかな、行けばいいのかな。まるちゃん、冬はガジェット作りに集中できる時期だと思うの。うん、そうだと思う。いいよね、いろいろ作ったりとかするのね。セバスチャン、あなたには刺身ですよ。誕生日おめでとう。え、今日は俺の誕生日？そうかもな。いいものありがとう。仕事の手を止めてまで俺に会う必要はないんだ。忙しくなかったら一緒でもいいけど。嬉しいな。そうそう。まあもう付き合ってはないんだけどね、私にとっては。店、いいかな。はい、オッケー。町に持っていくか。いらん。町へってここら辺だと思うけど、あ、ここはまだだよ。ここは町じゃなくて、町はここら辺だと思うんだよな。スーパーナマコを町へ。町へ？この辺だよね。スーパーナマコ町に持っていくって。ん？あとはお菓子のパンを。おもちゃ箱へ。酒場へ。おもちゃ箱へ。箱といったらね、こことかだと思うんだよ。違うか。町へ。ラックマヨネーズを酒場へ。町へ。うん、こっちは違うでしょ？町。ペリカンタウンっていう言葉書いてあったりしないっけ？とか、うん、スタードロップサルーンの、乗っていく場所を、酒場へって書いてあるってことは、どこかに
入れられる場所があると思うんだよね。その箱に合う、箱とかないな。酒場へ、酒場へ、ダックマヨネーズを酒場へ、町へ、酒場へ、おもちゃ箱へ。おもちゃ箱はヴィンセントくんかジャスちゃんの家だよね。あ、これだな、おもちゃ箱、多分。うん、ここに、あー、なるほど。ってことは、ごめんなさいね、私の LINE が鳴ってる。ってことは、手のマークになるんだよ、置けるところには、多分。置けるところは。だから、スタードロップサルーンだったら、ここ、ここに置くんじゃない？あ、違う。何を食べるんだいっていう話になっちゃうんだ。レジになっちゃうんだね。酒場へ、酒場へ。手のマークになるのは、あら、早いね、シェンさん。多分俺はマーニーとジャスに愛着が湧いたのだろうな。寄せ集めみたいなもんだが、変わった家族みたいな気もするんだ。子供の頃は家族関係なんてほとんどなかったからさ。ね、父親と仲が悪かったよね。他に手になるところは、ここら辺はゲームでしょ？これ？これ怪しいね。てことがやっぱあるんだよ。街のどこかに手のマークになる。あー！エミリー、こんにちは。ヘリーと私は大きい家に住むの苦手なのよ。掃除するのが大変だからね。その割に大きい家だと思うけどな。よーし、手のマークになるところ。ゴミ箱は違うでしょ？ポスト。違うなぁ。町へ、町へ、あ、いいえ。町へ、町。手のマークになる。まあ、この家はね、町の中心的なね、感じ。みんなの集まり場だからね。ここか？ヤバシンの祠、それだけか。あと町の中心っていうと、ルイス町長の家とか。これ文字が書いてあるんでしょ？町へっていうのがな、ちょっと曖昧すぎるよ。今日はスターデューレッドのボトル付きの夕食でキャロラインをびっくりさせようと思ってます。お、いいね。誰にも言わないでくださいね。ようやく休日ですね。今日休日なんだね。キャロラインさん。言わないよ。新年に期待してるの？あなたの牧場は大喪失を送ると思ってるわ。思ってるわ。ありがとう。もう5時か。わからずじまいで終わりそうな気がしますね、今日は。ルイス町長、町長、ここは調べる。離婚の届け出しないよ。シャーブ、怖い怖い。上出来だ。これが最後の指令だ。砂のドラゴンに最後の晩餐を食べさせろ。これはね、もう終わった話だよ。あと手の形になるのは、明日の夜、うちに来ない？そうか。マーニーさんからの、こういうのがありましたね。町に持ってくるって言っても、玉きび取れてないかな。と、こっちの方。荷物いっぱいだな。ミックスシードはいらんのですよ。ほい。まあ、この2つの方がいいでしょう。マシでしょう。あっち側にも確か置いてたよね。お帰りなさい。カニか。カニ取りかごだからね、これ。
街に行くのがわかんないな。クワイが出てきた。街？公民館とは違って？公民館とは違って街に持っていくとこなんてあったっけ？こっちの方ちゃんと見てないよ。ないなぁ。他の2つを先にやってみるか。この辺噴水か。はぁ、町に持っていけって漠然としすぎだよ。調べられる場所は？あ、ルイス町長、こんなところに。こんな雪の中でも私は毎晩君の出荷物を回収しておるぞ。それについてはありがとうございます。お金稼ぐ必要あります。はあ、金庫なんて、金庫の目の前にいるなんて。ここルイス町長の部屋になってるのかな。町長の部屋的な、そんな感じの雰囲気はありますけどね。怪しいけど何でもないでしょ。こっちも特にないかな。ないな。町へ？町へ？どこだ？どこだ？町、ここら辺だよ。絶対ここら辺のどっかだよ。あー、わかりづらいぞ。ここら辺、真ん中とか。ないか。ん？なんでさっきの音は。砂漠は町とは違うもんね。スーパーナマコを町へ。はぁ。うわ、いっぱい取れてる。他にも手小銭とか入れていいでしょう。適当。はい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 。オッケー。ほ。よっしゃ。じゃあ、いろいろ稼げそうだね。でも明日は冒険するつもりだもんな。唐辛子を全部入れていこう。町に行くんでしょう。チーズを取って、あー、この2つ熟成させてみようか。もうよいしょー。オッケー、繊維はいらん。ミックスシードもいらないぞ。今日は何もせずに終わってしまった。セバスチャンにね、アイテムあげられたからよかったけど。ほい。あー、なるほどね、そういうこと。スーパーナマコ、スーパーナマコはとりあえず置いとくか。明日冒険だからな。よし。夜の音がよりはっきり聞こえるのね。そういうの本当に楽しいわ。いいよね、こういう家。あれ、今日天気予報とか見たっけ？見てないな。明日は雪。降らない。今さら。自然な感じね。はい、おやすみなさーい。今日何もできなくて申し訳ない。よし、玉きび取っとけばよかったな。では今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。